ん無責任と言われた男ガキの頃から調子よく楽して儲けるスタイル学校に入ってからも容量はクラスで一番月謝はいらない特待生もうねで就職か OK!会社に入ってからは上役に毎日ごますりゴルフに小歌に碁の相手なんとか課長になった生かした女を見れば手当たり次第に口説き結婚の約束か口だけさもっともっとその気はない毎日会社に来てもデスクにじっとしてるだけ居眠りしながらめくらばんそれでも社長になった人生で大事なことはタイミングに市長に無責任とかくこの世は無責任コツコツやるやつはご苦労さんご苦労さん。